きな人にどうやって思いを伝えますか？ A、会って直接伝える。 B、LINE や電話で伝える。伝えますね。なんでだろう、やっぱり、ね、なんでだろう直接言われたいし、うん、なんか自分もちゃんと顔を見て言いたいの方が、まあ、私文章を作るのが結構下手くそだったりもするので、まあ、自分のこの表情だったり雰囲気とかも含め直接ちゃんと伝えたいなと思います。うん、なんか相手から告白されるって思うとめっちゃ直接がいいんですよ。なんかすごい自分勝手なんですけど、自分から言うときにもう勇気が出なさすぎて、現実的に考えちゃうともう LINE で送っちゃうかもしれないと思いました。それ結構長文で送るイメージですか？それともいや一言ぐらいでウェイ好きみたいなちょっと最悪冗談って流せるちょっとノリっぽい感じもう最悪ダメだとしてももう冗談で済ませられるぐらいなちょっとずるい感じです。ジャブ打ってくみたいな、うん、はい、自分からアタックしたい、アタックされたい。これアタックっていうワードにちょっと私昭和を感じてしまったんですアプローチとかね、まあ、いろいろ言い方があると思いますけれども、台本にアタックと書いてあります。アタックしたいかされたいか。 A、 アタックしたい派。 B、 されたい派。あ、せーのさんだけ。え、ほんとだ、ななちゃんだけ。え、 A だ、私だけなんで、みんな消極的だった。ほんとだ。せーのさんからまず伺いましょうか。さ、したい派ですね。したい派です。はい、ウケる一人だけじゃん。私したい派です。なんかなんでだろう、なんか思いを我慢させてるのが苦手で、結構言葉でもメールでも、まあ、好きだったら、まあ、好きだよとか会いたいとか、まあ、自分で結構ご飯行きたいとかアプローチするタイプです。隠しておけないっていう、こう溢れ出てしまうみたいなこともあるんですかね。溢れ出てしまいますね。正直政治派ですか、杉村派ですかA、 政治派。 B、 杉村派。悩むな。A のさ、杉村派なんですね。はい、私はもう自分もド直球だし、相手にも直球型でいてほしいなと思ってます。割と言葉にしていろいろストレートに伝えてほしいって思うタイプですか？はい。あ、気づけないです。なんかそういう、私も杉村にですね。なんかこう相手がド直球じゃないと心理戦みたいになっちゃうかなと思って、なのでそうですね、何でも伝えてくれる杉村を選びました。心理戦ややこしいですよね。ややこしいね、あれいる駆け引きみたいな。あ、もう瀬野さんも首振ってますけどあれいらないですね。絶対できないです、はい、あれ飛ばしたいんですよね。そうですね、早送りしたいですよね、うん、内田さんも杉村派ということですけれども、